二森山は、岐阜県中津川市と鴨郡白川町とにまたがる、標高1223.5メートルの山。三海川高原の二森山地の手法。築け地川の右岸に位置し、二森山地の手法。古記録では、日盛山と表記されている。東方と西方からなり、東から望むと相似法であることが、三名の由来。本方の西方には二等三角点が設置されている。 東方は東森山と呼ばれている。三角点の標石は山頂の巨石に埋め込まれている。山麓には南北朝時代の史跡が多い。岐阜県山学連盟により岐阜百山の一つに選定されている。山域は檜のの植林地として利用されている。紅銅団が分布し、山頂の土地、クヌギ、板や貝で、ブナなどの大木も多い。 山頂の南西約1キロメートルに水ならの巨木があり、1967年6月14日に野原道の大ならとして岐阜県の天然記念物の指定を受けている。東山北の日清林道沿線に自生する花の木が、1983年11月3日に旧福岡町の天然記念物の指定を受け、中津川市の天然記念物を受けている。 平成13から17年度にかけて、森林居住環境事業の一つとして、北東面の二森山林道の周辺に二森フォレストパークという歩道が整備された。山頂の北東約300メートルの登山道付近に氷持ちの池があり、1973年11月3日に、江名郡福岡町の史跡に指定され、その後の勝川市の史跡に指定されている。 1723年に、内木藩六大領主園、三優将が、氷餅の製造場所を、広報山から本山への移転を命じた。百姓二百四人により、山道作り、小屋掛け、井戸掘りを行い、二日間でこの池を完成したと、伝えられている。山頂の巨石には三角点の標石が埋め込まれ、南側の展望が両好北西の中原にある、 コウモリは日帰り登山の対象となる山。代表的な登山道であるキレコス峠からの登山ルートが岐阜県による岐阜県産のグレーディングで技術的難易度がランク A、体力度が2、1から10とされている。山頂の北側には休憩所となるアズマヤとモーニュメントが設置されていて、御嶽山、中央アルプス、南アルプスなどが望める。山頂の巨石は 天望台となっていて、江名山や笠木山などを望むことができる。二森山林道より、少し上部の林道の福岡側登山口には、トイレ、水場と駐車場が設置されている。東森山の山頂直下には、東ず屋が設置されている。北尾根城の標高点線160メートルのピークには、福岡町天然記念物、ナの尺投げ群生地の表示がある。 主な登山ルートを一家に示す。エナ峡の北側に位置する。御嶽山の南南東 36.4km、エナ山の北西 22.8km に位置する。周辺の主要な山を下表に示す。南東山陸の内木城市から望む二森山の周辺、笠木山の北東 8.3km に位置する。一家の木曽川水系の河川の源流となる山で伊勢湾へ流れる。 岐阜県道70号白川福岡線の切越峠に北尾根ルートの登山口がある。周辺の峠を以下に示す。北山6に岐阜県道70号白川福岡線、山域の西側に岐阜県道72号へ名昼川東白川線、山域の東側に国道257号が通る。水道保全機能強化総合モデル事業の一環として、 東山腹を巻くに森林道が敷設されている。切越峠には登山者用の駐車場がある。西山腹に岐阜県道70号白川福岡線から奥に行林道が敷設されている。北西側の白川町黒川の岐阜県道70号白川福岡線沿いからは本山を望むことができる。東側の中津川市の山麓からは総除法の山陽が望める。 ウィキメディアコモンズには、に森山から眺望に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。